田野さんの肩を叩きます。はい、はい、高田砲好きな人が結構多くて、はい、俺はあんまりその分かんないですやっぱり最後の仕上げみたいな感じだから、はいはい、そのやっぱりメインじゃないですよね、自分にとっては。うーん、その悪くはないけどもいい感じもないなみたいなまたこういうと叩かれる。そうですねなんか仕上げみたいな、その、そうそうですね、そこがまたプレミア感があるんじゃないですか、最後のちょっとだけだから、うん、はい、なんかそのプリンのカラメルソースだけをいっぱい食べてみたいなみたいな、うん、仕上げのちょっとが気持ちいい、ね、なんだろう、パセリみたいなもんですねなくてもいいなみたいなすみません、俺はもうそのぐらいな位置づけですそうなんですね。でも好きな人は好きなんですね。好きな人は好きなんです。この出し方がわからない。できない人はなかなかできないですね。全然できないですね。このこう軽く握り込んだ時に、手首のこの自由が効かなくなるんですよ。で、手首が自由効くようにやるとこんな感じになっちゃうから。はいはいはい、だから握れないですよね。まあでもやり方いろいろあるから、はい、パンパンなっとけばいいんで。もう俺これはもうこれだけに関してはもう多分一生できないと思いますそれはこれ、これですか。今これこうですね。でなんか支配だとか、俺この高打法は黙って受けろとか言われますよ音聞こえないと。そうっす、お前の喋りいらないなんかあの、田野さん、はい、あのブルーベリーガムみたいな匂いしますね食べました？食べてないですなんでだろう、あれじゃないですか、柔軟剤。あ、柔軟剤か、あ、なるほどなるほど。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、こんなことはあんまりわかんないけど、警察が気持ちいいなっていうのはわかります。あ